こんにちは、目黒区の自律神経救世主原町接骨院院長久松です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、自律神経その他の症状でお悩みの方に有益な情報を提供いたします。今回はですね、顎筋肉を柔らかくする方法について説明いたします。自律神経にとって一番良くないこと、大敵はストレス。ストレスがかかると人間どうなるか、ぐっと歯を噛んでしまうことが多いです。ぐっとね。歯を噛んでしまうと、この首の筋肉、胸鎖乳突筋が硬くなってしまうときが多いです。胸鎖乳突筋硬くなると、首周り、背中周り硬くなって、そして、背中周り硬くなることによって、自律神経の働きも悪くなってしまうことがあります。自律神経、首の中をね、通っていきますから、ですから、ストレスは大敵。ストレスにより、緊張してしまったこの顎周り筋肉、柔らかくすることによって、首周り、背中周りも、二次的に負担が減って柔らかくなってくるということが多いので、この顎の筋肉を柔らかくするセルフケアについて紹介いたします。もうやり方は簡単。もう手を握って、この人差し指と中指のこう握った部分ですね、ここでこの顎のこのもみ上げの下からのこちらのラインを上下に軽く10回ぐらい刺激していきます。はい、いきます。1234567891234567891234567891012345678910今度上に上がります。1234567891012345678910123456789101234567891とこういった感じで、これやることで顎周りが結構柔らかくなって、口を開けたりするのも楽になってきます。大事なのは強くやりすぎない。ぐっとね、圧をかけるとね、痛い場合があります。痛みを感じるということは脳が攻撃されると勘違いして逆効果になることがありますので、もう弱い力で、こっちでもこっちでもどちらでもいいです。あなたがやりやすい方向です。私上の時はこっちがやりやすくて、真ん中下はこっちの方がやりやすかったんでこうしましたけども、もうどちらでもいいです。もし横でもいいです。横でこうやって、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、こういうやり方でもいいです。もう、こう、こうでも、こうでも、もう好きなやり方でお任せします。大事なのはこの、ここのラインね、ここのラインをしっかり筋肉を柔らかくしていくこと。それが大事になります。この顎周りの筋肉が柔らかくなることによって、この胸鎖乳突筋の緊張が減って、首周り楽になってきます。そうなることによって、自律神経の働きも安定しやすくなります。これが全てではないですけども、少し楽になってきますので、ぜひやってみてください。これ1日何回とか決めなくてもいいんですけども、気がついた時にね、やるようにしていただけるといいんじゃないかなと思います。当然自律神経だけじゃなくて、顎のね、開きが悪い方、顎が辛い方もやっても、当然いい効果出ますので、ぜひぜひやってみてください。そして、これをご覧になっているあなたが、もし、病院で自律神経の乱れが原因と言われた、もしくは原因不明だと言われた症状でお困りの場合、下にある当院の URL をクリックしてご覧になってみてください。必ずあなたのお力になれるでしょう。本日も動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。